今日もこの人が注目を独り占めにしています。プレミアリーグの最多得点も更新できるでしょうか。キックオフまであとわずかです。雨のキングパワースタジアムでは熱戦を見届けようと大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、レスターシティがアーセナルを相手にします。なかなか面白い顔合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。ここは抜いてくるのか、入った。早くも先制点が生まれました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。1点を追うレスターシティのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。ウーデゴール、ボールを回して攻撃の機会を伺っています。どうだ、このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しい。記録したのはスターリング。相手に体を当てられてバランスを崩しながらも見事なヘディングシュートを決めてみせました。抜いた、周りを確認したい。入った。この選手はこれで2点目。勢いが止まりません。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。わかりました。デニス・プラート、ここはキーパーが死守。前方に運びました。ここでインターセプト、ナイスカットです。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。この試合で最多得点記録に並べるかもしれないということですね。あと1点ですから、これは期待するなというのが無理でしょう。ぜひとも達成してほしいです。さて、セントメリーズスタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがサウサンプトンに生まれました。現在スコアは1対1、時間は18分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、高井城のフィニッシュ、ゴール。1人で3点目、ハットトリックです。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。ここはアーセナルから相手に渡ります。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。モリニュスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがウルバーハンプトンワンダラーズに生まれました。あとは打つだけ。このボールは止めただけ。クリアできるか。ゴール。キーパーに一度はセーブされたものの、今度はゴールに沈めました。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの、相手の前にボールを弾いてしまいました。デニス・プラート、アーセナルパスをつなげない。キーパーが飛びついてセーブしました。ここでレスターシティが選手を交代します。2点差で負けていますが、このコーナーからのチャンスにサポーターも息を吹き返しましたね。1点返せれば状況も変わってきます。
いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたがコースを狙いすぎたのかもしれません。前半が終了いたしました。さあ再びキックオフです。好調のアースタルは前半でかなりのマージンも築きました。パスをつなげて相手の出方を伺います。このシュートはブロックされました。ウデゴール、ゴール。ここでさらに追加点、ついに3点差です。リプレイです。ボールを丁寧に回してチャンスを伺っていましたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。勢いに乗るアースタルが盤石の強さを発揮しています。ジェイミー・バーディー、デニス・プラート、バーディーに絶好のチャンス。いいシュートでしたがわずかにポストの外。うまく振り切った。中の選手に合わせてきた。ここは通しません。クリアします。ボールを前に運んでいます。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。コーナーからエリア内へ。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。ジェイミー・バーディー、アジョセ・ペレス、いいボールが出ました。あっとキーパーが止めた。ファインセーブです。ディフェンスがうまく対応。ガブリエル・ジェズス、中央にクロスが入る。あっとこれはミスか。クリアしきれません。ホイッスルです。このリーグ戦はアースタルが勝利を収めました。要所をうまく抑えゲームをコントロールしていました。